皆さんこんにちは、ビーシックです。最近魅力的なサンプラーを発売しているティーンエージェンエンジニアリングから車のオブジェが発売されました。普段輸入代理店さんのサイトを覗いたりしているのですが、その中で見つけました。楽器じゃないのにすごく詳細な説明も記載されており、何かどこかシュールでした。ちなみに海外では249ドルで販売されているそうです。というわけで今回も DTM ニュースをご紹介していきたいと思います。一律3190円で Waves の129種類のプラグインが3190円でお買い求めいただけるようになっています。相変わらずのおすすめは JJP ボーカルズやセンター、スマックアタック、あとはループや楽曲のキーを判別するキーディテクターなどがおすすめです。期間は終了未定となっています。ただしブラックフライデーをそろそろ考えても良い時期となってきましたので、お値段は安いのですが強くはおすすめはできないです。どうしても欲しい製品がある場合のみおすすめかもです。悩みどころ、アイゾトープがマスタリングフラッシュセールを開催しています。期間は9月30日までと非常に短く、対象製品はオゾン11、インサイト2、ミュージックプロダクションスイート 6.5 となっています。クロスグレード版とアップグレード版も対象となっています。割引率は50数パーセントとなっており、このタイミングで非常に悩みどころです。まあこちらももし待てるのであればブラックフライデーまで待っても良いのかもしれません。またオゾン11エレメンツは他におすすめのバンドル版に含まれたり、無料配布やプラグインブティックなどのおまけになる可能性などもあるため、唯一控えた方が良い製品かと思います。次からは新製品情報です。プレゾナスからスタジオ1のメジャーアップデートのお知らせが公開されました。日本時間の10月10日に登場予定とのことで、次のバージョンからは無料版のプライムとアーティストは廃止となるそうです。スタジオ1プロ1つだけのラインナップとなるそうですが、新規ユーザーは 199.99 ドルとなっています。購入後1年間は新機能リリースを無償提供し、その後はアップグレード版を必要に応じて購入するという形になるとしています。すべての拡張機能と音源はスタジオ1プロ7に収録されます。新機能リリースは年間に3から4回の程度で提供されるとのことです。またこの発表に伴い、スタジオ1プロ6の価格も 199.99 ドルとなり、今から購入した人はスタジオ1プロ7のライセンスも付与されるとのことです。販売形態に大きな変化を伴う今回のメジャーアップデート、どうなるでしょうか。Waves から次に発売されるプラグインの動画が YouTube にて公開されています。この動画から察するに、自動補正をしてくれるイコライザーシリーズのカーブスを今後展開していくようです。その最初のプラグインがなんと9月中に利用可能になるとのことです。昨今 AI や様々な技術による自動補正ソフトが台頭、そしてプロにも使用されてきていますが、ここに Waves が参戦するような形となりそうです。動画から少しだけプラグインのデザインを知ることもできますので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ソフトウェアもセットに。ユニバーサルオーディオから発売されているオーディオインターフェースに DAW ソフトやプラグインの詰め合わせをしたバンドル版が発売されました。自社のオーディオインターフェースのボルトシリーズに、自社の DAW ソフト Luna、 12種類のオーディオエフェクトと音源を含むプラグインが同梱されています。特にギャラクシーテープエコーやバーブアナログマシンズエッセンシャルズなど即戦力で使っていきたいプラグインがしっかり選ばれているのが魅力的だと感じています。ボルトシリーズならどの機種を購入してもついてくるようになっているため、どなたにでもおすすめなセットとなっています。みんな待ってた IK マルチメディアから新たな小型モニタースピーカーの iLoud マイクロモニタープロが発表されました。見た目が iLoud マイクロモニターに似ていますが、少しだけサイズアップしているようです。 XLR 入力にも対応し、スピーカーの重さなども両方で均等となっており、プロユースな仕様となっています。また ARC ルーム補正機能も内蔵していますので、どんな場所でも安定感のあるモニタリングができるようになっています。販売形態はスピーカー単体でも展開されており、単体ですと 48,400 円、ペアで 96,800 円となっています。また発売を記念して iLoud マイクロモニターもしくは iLoud MTM を IK マルチメディアのアカウントページにて登録されているページのスクリーンショットを提示すると 86,900 円でお買い求めいただけるキャンペーンも開始されています。
期間は11月30日までとなっています。アイラウドマイクロモニタープロの発売日は9月26日ともうすぐです。正直かなり気になります。ソフチューブからコンソール版フェーダーマーク3発表。本格的なミックスを自宅でするための手助けとなっていたコントローラー、コンソール1のフェーダーマーク3が発表されました。それまでの真四角な感じからデザインは一新がされ、よりプロ仕様のようになり、本体の質感やフェーダーの質感なども高級感があるようになり、液晶ディスプレイも搭載され、より手元で確認できる情報が増えています。近いうちに発売がされるとの案内が公式サイトにて掲載されています。見た目はすごくかっこいいのですが、絶対高いと予想しています。最高峰再びアポジーからフラグシップとなるシンフォニースタジオが登場しました。24ビット、最高 192kHz 対応のコンバータ、 75dB のゲインが得られるマイクプリアンプに、 DAC チップには最新の ESS サブレが採用されており、ラインアウトとヘッドホンアウト、それぞれで独立したチップを搭載しているようです。接続は Type-C となっており、 Mac と Windows に対応しています。ラインナップは3種類用意されており、 8×8、 2×12、 8×16 となっています。 DSP も搭載しており、コンプや EQ、サチュレーションなどがあるので掛け取りなどもできます。また出力部にも DSP を搭載しており、これによりリスニングポジションのばらつきを補正できるようとなっています。発売予定は11月中旬となっており、最低価格は31万9000円からとなっています。おしゃれな響き、クレブグランドから実際の場所の響きを再現した IR リバーブのリボルブが発売されました。特徴的なのがそのデザインです。感覚的に場所を選ぶことができるほか、距離やマイクの位置、広さなども設定できつつ、場所の説明なども見ることができます。全部で100種類以上のロケーションが用意されており、 IR リバーブならではの響きを得ることができます。個人的に何よりデザインがつい使いたくなってしまいます。現在イントロセールも開催されており、9月30日まで 28% オフでお買い求めいただけます。機材の見た目が大事なように、プラグインの見た目も大事な方はいかがでしょうか。Taber i mine. Vad blir det med allas munde på jorden om jag inte minns? And Borgholm ruin. För visst är det kanske väl ändå så att jorden känner om när jag här borta. Or a forest. Och kliver på mossor och lång. 世界中の楽器。世界中の楽器が収録された音源のワールドスイートが3となりました。今まで一度も聞いたことないような楽器などの音も収録されており、他の音源にはない特別な魅力があります。430の楽器から8万にも及ぶ音が収録され、1900以上のプリセットや1万2000以上のループやフレーズが収録されています。楽器単体で演奏することもできますし、複数の楽器から構成されたフレーズを演奏することもできるため、楽曲に簡単にエスニックの要素を足していくことができます。民族楽器の音が好きな方はこのワールドスイート3があればかなり網羅できますので、持っておくと何かと便利かと思います。現在9月30日まで発売記念として通常299ドルのところ199ドルとなっています。次は無料音源のご紹介です。無料？さまざまな音が収録された音源フライトが無料で配布されています。 2.5GB にも及ぶ世界中のレアなシンセサイザーのサンプル音が収録されているとのことです。
無料版の場合には用意された200種類のプリセットを6つのパラメーターで調整して使用できるようになっていますが、それでも十分魅力的な音源となっています。また99ドルを払うことで製品版になり、最大で4つのサンプル音とシンセエンジンを組み合わせて音作りができるようになり、これはこれでかなり強力なシンセサイザーへと変貌します。何より使いやすいデザインなので、シンセの音色が欲しい方はいかがでしょうか。突然始まりました、 UJAM のリバーブプラグインが 1.20 にアップデートされたのを記念して無料で配布されています。期間は今のところ不明ですので、気になる方はもらっておいた方が良いかと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。今回も多くのニュースがありました。というかブラックフライデー前に魅力的な製品が出すぎて困ってしまいますね。お財布を守りきれるのかが心配です。この B6 チャンネルではこれからは皆さんためになるような DTM に関する動画を投稿していければと思っておりますので、いいねやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回、ありがとうございました。